ルーカス・ラデベは南アフリカ共和国出身の元サッカー選手。ポジションは主にディフェンダー。ラデベはヨハネスブルグ近郊のソエトで11人兄弟の一人として生まれた。15歳の時にソエトまで及んできたアパルトヘイトの波から逃れるため、両親によってボプタツワナのバントゥースタンへ送られた。ここでラデベはゴールキーパーとしてサッカーを始め、 自活して忙しい毎日を過ごした。1989年にミッドフィールダーとしてカイザーチーフス FC に入団し、レギュラーの座を射止めて活躍したが、1991年に路上を歩いているところを銃撃され、幸い大事には至らなかったものの、動機については謎のままである。ラデベ本人は僕が他のチームへ移籍するのを妨げるためだったんだろうと信じている。 前述の銃撃事件も影響し、1994年にフィルマシンガと共にリーズユナイテッド AFC へ移籍した。移籍金は25万ポンドと格安のものだった。リーズでラデベはスタープレイヤーに成長し、ファンからもザチーフの愛称で親しまれた。また、その統率力とアビリティが認められ、1998から99シーズンではキャプテンに就任した。 キャプテンとしてラデベは、リーズニーの上位進出に貢献した。フォーディナンド・ウッドゲート級ウェル・スミス・ボーヤーなどなどの、個性豊かな若手実力者を束ね、1998から99シーズンは4位で終えて、翌年の UEFA カップの出場権を獲得した。また、1999から2000シーズンでは3位に、食い込み、UEFA チャンピオンズリーグの出場権を獲得した。 2000から01シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではベスト4に進出する快挙を成し遂げたが2000年に折った膝と足首の怪我で2年間まともにプレーできず以降も怪我を繰り返して2005年に引退した引退試合はリーズのホームスタジアムであるエランドロードで行われ多くの選手たちが駆けつけたラデベはリーズで3得点を挙げているもののどれもカップ戦での 得点である。ファーストゴールは1997から98シーズン FA カップでのオックスフォードユナイテッド FC 戦においてで、2点目と3点目は UEFA カップ1999から2戦で、それぞれパルチザンベオグラード戦とスパルタク、モスクワ戦においてである。ラゲベの代表デビューは1992年7月7日のカメルーン戦で、 4年後のアフリカネーションズカップ1996では優勝に貢献した。1998FIFA ワールドカップではフィリップ・トルシエ監督、2002FIFA ワールドカップはカルロス・ケイロス監督のもとでキャプテンとして出場を果たした。ありがとうございます。